こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはライカを代表するレンジファインダー、フィルム、カメラ、ボディですね。ライカ M3、M4 と並んで非常にポピュラーなモデルとなっております。人気の高いライカ M2 ですね。はい、ご覧の通りライカ M2 ですね。シリアルが946431ですので、1958年のドイツ製ライカ M2 ということになりますね。でもって、このフィルムの巻き戻しスイッチがレバーじゃなくてボタン式になっている最初期のモデルですね。セルフタイマーもなしのバージョンになっております。結構希少でですね、お探しの方も多いモデルだと思いますので、ぜひお早めにチェックしてください。この下の概要欄からですね、ウェブショップにアクセスできるようになってますので、お早めにチェックをお願いいたします。はい、では外観から見ていきましょう。ご覧いただいてます通りですね、うっすら使用感、経年感ありではあるんですけれども、全体的に M2 としては非常にいい状態の個体となっておりますね。はい、こういう軍艦部にですね、若干のこういうすれですねなどはちょっと見られる感じではありますね。これがちょっと目に入るかなと思いますね。はい、あとはこういうところに当たりがあったりとかしないですね。こういう角っこの部分も潰れたりしないですね。はい、あとはサイドにストラップの跡ですね、ちょっとすれがこういう感じであるかなという感じです。はい、アイレットの削れとか、サビ、汚れなどはないですね。フロントのこういうダイヤルのトップですね、こういうところにメッキの摩耗などはないですね。はい、底部蓋も綺麗ですね。三脚の跡とか落下して当たったりしたような跡もありませんし、細かいすれとかも全然見えないですね。非常に綺麗ですね。もちろんこう地面に置いてガリガリとやっちゃったような跡もないです。はい、続いて針側ですけれども、針側もこういうとこですね、欠けたり剥がれたりしやすい部分もしっかりとしてますね。はい、バックドアの塗装も綺麗に残ってますね。アイピースも綺麗、シンクロのキャップもついてますし、非常に綺麗な状態をキープしていると言っていい個体だと思いますね。続いてファインダーも綺麗ですね。フロントから見てこう曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリなど見えないですね。はい、ご覧の通りですね。接眼部から覗いてみてももちろん曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入とか、ゴミが入って見にくくなったりとかですね、黄ばみなども見えないですね。こちらのフレームセレクターでブライトフレームもしっかりすべて表示しておりまして、薄くなったり途切れたりとかですね、かすれたりもしてませんね。非常に綺麗な状態です。ピントの20像もくっきりはっきりコントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせ、フレーミングともに何のないすっきりした見やすいファインダーをキープしております。はい、ではシャッターをチェックしていきます。シャッターは低速の1秒から見ていきましょう。これが1秒ですね。はい、非常に、はい、安定して動いております。次が2分の1秒です。はい、2分の1秒も、はい、しっかり加減して動いているのがお分かりいただけます。次が4分の1秒ですね。はい、いいですね。低速にシャッターの粘りとか膜が遅れて動いたりなどないのがお分かりいただけます。次が、中速125分の1秒ですね。はい、いいですね。シャッター音も変わりまして、これもスムーズに動いております。で、巻き上げですね。この感触も非常に、ライカ特有の滑らかな感触で巻き上げてますね。もちろんシングルストロークですね。はい。この戻りが悪かったり、この感触の悪さなどは全く感じないです。シャッターも、すっきり動いてますね。はい。セルフタイマーはないので、はい、底蓋を開けていきます。
そこ蓋開けても金属の腐食、錆、汚れとかないですね。バックドアの開閉にも問題ありません。もちろんオリジナルのスプールもついてますね。はい。金属の腐食、錆、汚れとか素材の劣化も見えないですね。はい。シャッター膜も綺麗ですね。はい。じゃあここで1000分の1秒。はい。高速シャッターちゃんと開いてるかどうか見ていきます。はい。いいですね。はい。一瞬ですけどしっかりと、はい、1000分の1秒開いてるのがお分かりいただけます。底蓋もしっくりと閉まって、緩かったりきつすぎたりとかしませんね。こうパカパカしたりもしてません。はい。付属品はこちらのボディキャップになっております。はい。ということで、はい、非常に備品で動作も簡調のライカ M2 最初期型ですね。このままでも撮影にご視聴いただいて全く問題ないですね。非常にいい状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカを代表するですね、非常にポピュラーなレンジファインダー、フィルムカメラ、ボディ、ライカ M2 の1958年製の、ドイツ製造の個体となっております。非常に人気の高い、このリバースボタンシステムですね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。